哎，大家好，我是 Xenix， 欢迎来《原神》的游戏视频。现在呢，游戏是更新到了 5.0 新的版本，新的国度。魔神任务呢，也是开启。这边呢，是我看地图上有一个新的任务，然后好像纳塔的这边。然后有一个传送点也是可以传过去，我是不太清楚这两个是什么一个情况。我猜可能魔神任务是你正式进去的一个流程，然后那个传送点是不是你如果是新号想先去纳塔的话，会不会是那个？这样看一下。最近呢，也是时间应该不够，说一下把纳塔的短时间内剧情应该是都体验完。我目前的计划呢，就是先把纳塔的图开一下，然后那边有一个新的圣婴副本什么的，主要是把那个开开，相当于是吸点时间可以 farm 一下。ヌビレットは竜の国だって言ってたけど、一体どんな場所なんだろう。ちょっと謎めいてるよな。就等于是从来没见过纳塔人，这个也是挺有意思。だな。稲妻が鎖国してた時ですら、稲妻人とは別のとこで会ってたのに。あ、もしかしてナタって人が住んでないのか？いい感じ。そのワクワクと驚きの表情はそのままで、目線をこっちにお願い。一枚撮らせて。あ、かっこよく撮ってくれよな。って違う。シャルロット、なんでここにいるんだよ。フォンテーヌで活躍してた旅人が間もなく旅立つって聞いたから。こんな絶好の報道チャンス、スチームバード新聞が見逃すわけないでしょ。次に取材したいってなっても。今みたいに簡単にはいかないでしょうしね。バレてたか。いつも誰にも別れを告げないで行っちゃうからな。確かに君たちらしいわ。でもたまにはスタイルを変えるのも悪くないんじゃない？っていうのが私たちの考え。换一种方式是什么意思？タッチ？一緒に戦った日々がまるで昨日のことみたいね。時間があったらまた来てちょうだい、相棒。もし何か困ったことがあれば知らせてくれ。距離なんて問題じゃない。有意思。还有谁要来？別れを告げると寂しくなってしまうものだけど、別れというのはより良い出会いのためにあるんだ。那个人呢？永遠に変わらないものがあるとすれば、それは僕たちが一緒に残してきた思い出だと思うよ。もうそんなことを考えてるのかい？さすがというべきか。もちろん呼ばせてもらうから安心してくれたまえ。にぎやかなのが好きなんだろ。こういう時は写真を撮るべきだろうか。そうだね。ちょうどプロのシャルロットもいることだし。任せて。写真機をセットするからちょっと待ってね。そういえば、さっき言ってたナタのことだけど、パイモンの考えすぎだよ。別に、ナタもフォンテーヌと大して変わらないさ。人間も住んでるし、独自の文化もある。ただそういう習慣だから、あそこの人たちはナタを離れようとしないんだ。でも、外から来るものは拒まないはずだよ。ナタへ商売や旅行に行ったことのある人は多くいたけど、みんな印象が良かったみたいだったからね。昔はうちのメンバーも結構ナタに行ってたみたいよ。なるほどな。安心したぜ。次こそこれまでの旅みたいに到着早々事件に巻き込まれないといいんだけどな。大丈夫だ。あなたたちの経験と腕なら何があったとしてもきっとすぐに解決できる。まあそれでも危険がないに越したことはないさ。楽しく食べたり遊んだりするのも
旅の醍醐味だからね。準備 OK よ。さあ撮りましょう。それじゃあ旅人。这个，你把人挡住了。いってらっしゃい。这个照片会给我们吗？没有看见放到物品栏里的提示。那塔には宝石が有名な場所があるんだって。仕事が一段落したら、私も行ってみたいな。行ってらっしゃい。いつでも戻ってきなよ。事前に知らせてくれれば、他のみんなも呼べるしね。その時はきっともっと賑やかになる。いいのが取れたわ。一枚はバッチリ記事にできそうだし、もう一枚は記念にぴったり。大収穫よ。可以，这样应该是就这么多了。然后呢？这不会是让我们游过去吧？哦，就是这个传送点是我做完这个任务之后用的。那为什么提前就解锁了？有意思的风景。変な山がたくさんあるな。見たことのない動物もいっぱいいるぞ。でも町っぽいところが見当たらないな。どこに行けばいいんだ？確かに人が住む場所に行けば神の情報も聞けるかもしれないもんな。神に会えばこの旅の意味もわかるよな。話しやすい神だといいな。オイラたちを敵だと思わないでくれればいいんだけど。さて、道なりに進もうぜ。荣花与炎日之徒。这是什么？颗粒果。闲云是什么情况？为什么只有你这样？馋了？是什么？激活？我获得了一个槽，但是是做什么的还不太清楚。这玩意儿呢？嗯？不对。击败，哦哈，哇，那个鹿还血还挺，这什么东西？这个怪能死这么点血了？这怪会有点好奇，这个怪会被他打死吗？好像没有再掉血。而且应该是中了腐蚀，现在这还是炎系的那个犬，这是一个炎怪，挺厉害。好吧，哦，还有，为什么没有配音了？
湖。那是个什么东西？受龙所悬者，解放一切。这个上面这个字幕有点快啊，差点读不过来。哦，要按键，不是点。利用龙的力量打破石堆，那个是石堆。可以跑吗？可以蹦，但是这算蹦吗？这是爬。这是在爬吗？好像只能上台阶儿，能爬树吗？不了，有意思。这什么左键？这个肚子是软呀还是硬啊？空格是这个 ，E 是什么？啊？那只大怪呢？被我们吃掉了。背包满满的。这个为什么感觉绑成了 Amber 的那个兔子？有意思，我也晃起来了。所以那个大的怪究竟去哪儿了？看到了这样的话，这个派蒙是能看见我们屏幕里边的东西。呀，怎么感觉像是秋秋人？
什么意思？这是要，哇，又要取名儿。我能不取吗？啊，这个我都没有想到啊。好吧，想不到的话就是插秧吧。这个已经用了好久的名字。还可以再想想。晕龙，但是那个龙去哪儿了？什么东西？嗯，所以这是在哪儿？又是到了一个特殊的地方。获取燃素，我是获取了一个槽的那个东西。但是燃素是干嘛的？这里边没有东西。离开。迷林之子，这个是一个单独的世界任务。这别到时候又是森林书，就可怕了。任务完成，好吧。重力，咱们还有话要说。圣火竞技场。この世を渡り歩くには、より多くの身分を持った方が便利なの。君にもいくつか作ってあげようか。等于是前面是七天神像是吧？我是直接被这么传出来了。这是我一开始弄的那个吗？这个鸟为什么我没有印象？我是从这个七天神像，这个前面是什么？这是什么 ？T。好啊。然后呢？这是个神童。什么东西？嗯，有意思。这是一个什么原理？这能加速吗？好像不能加速。我怎么出来？又一个。凭证出来还要摁住，这玩意儿我是可以带着走吗？我要是，我觉得先不带着。回声作响之地，
ごめん、カチーナ。約束を破るのは良くないって分かってるけど、今回の帰化聖夜の巡礼じゃ、俺もセンパーもいい成績を収めないといけないんだ。メンバーが見つからなかった以上、このまま時間を無駄にしてられないわ。でも、みんなが行っちゃったら、私、一人だけになっちゃうよ。ごめんね。でも、君はまだ若いし、コメの継承者なんだから、きっとチャンスはいくらでもあるわ。対して、私たちはただの部族の戦士よ。何年も戦ってきて、もう体は衰えてきてるのに、まだまともな栄誉を得られてないの。こいつの言う通りだ。前回惨敗したのを忘れたわけじゃないだろう。今回は前より参加者が少ないけど、このままじゃおそらく同じ結末をたどる羽目になる。帰化聖夜の巡礼のエントリー締め切りは今日の夕方までだ。チームを変えるなら今しかない。わかった。それじゃあ仕方ないよね。はあ、私がもっと強かったらよかったのに。他の5名の継承者たちと比べて弱すぎるよ。这是你的胡子吗？うん、いいんだ。私の5名はウッサビーティなんだから仕方ないよね。自分で何とかするよ。乌沙碧蒂，博蒂，他刚才说的是什么？不是博吧？那个音。もし無事にいい成績が取れたら、打ち上げには絶対呼んでやるからな。ええ、一緒に大会に参加しなかっただけで、これからも友達だから。ね。不一起参加？你们好像状态不佳，我怎么感觉是要邀请他？是说他太弱了，所以是想找更强的人。また次回、どうにかして勝つ方法を考えるしかないかな。あそこの女の子、置いてけぼりを食らったみたいだな。落ち込んでるみたいだぞ。大丈夫。部族じゃ見かけない顔だけど、旅の人？おう、オイラたちナタに来たばかりなんだ。こんにちは。私はカチーナ、ウッサビーティのカチーナだよ。コメって言って、ここの文化なんだ。ちょっと複雑なんだけど、とりあえず称号みたいなものだと思ってくれればいいよ。遠いところからはるばる帰化聖夜の巡礼を見に来たんでしょ。だったら今に5名の意味を知ることになるよ。そのなんとか巡礼ってのは何なんだ？さっきもそれについて話してたよな。うん、ナタで定期的に開催される競技大会だよ。試合で順位を決めるんだ。这个是比什么？比武吗？すっごく注目されてる大会でね。上位の選手は一気に有名になれるってだけじゃなくて、旅順者の戦争に参加する資格ももらえるの。簡単に言うと、勝ったら英雄になれるってこと。みんな英雄になりたいんだ。何かでバトルをする大会ってことか。参加するにはチームを組まないといけないのか。参加者が多すぎるから、帰化聖夜の巡礼は2段階に分かれてるんだよ。最初は団体戦で、普通は5名の継承者率いるチームがナタの各地で戦って成果を奪い合うの。その継承者っていうのが私みたいな称号を持つ人のこと。団体戦が終わったら、勝ったチームのメンバーはみんな個人戦に参加できる。個人戦ではタイマン勝負になるんだ。好吧、这个解释容易懂。言われてみれば確かにそうだ。規模も大きそうだな。待て、5名の継承者がチームを率いるって、つまりお前が隊長ってことか。うん、隊長だよ。今は
長だけど同じ継承者でも実力にはすごく差が出たりする。勝ちたければすごい隊長を探さないとって思うのも納得かな。私も二人の立場だったらきっとそう思ってたと思うから。5名の継承者は参加必須なの。責任があるからね。誰も助けてくれないなら一人で行くよ。せいぜい怪我をする程度だし、2週間もあれば治るでしょう。戦いはあんまり得意じゃないけど、回復は早いんだ。我觉得需要养一两周的伤已经比较严重了吧。この流れってオイラたちのセリフを待ってるんじゃないか。おお、思ったより早かったな。オイラたちの旅路を切り開くあれの時間だぜ。え、何の話？え、之前有过这样的表情吗？あ、ごめん、ついテンションが上がっちゃった。なんというか、その気遣ってくれてありがとう。すごく、すっごく嬉しいよ。でも、ヒコ星夜の巡礼には、マタの人しか参加できないんだ。そうだったのか。てっきり、成り行きでお前のチームに入って、試合で勝って英雄になるって流れかと思ったぜ。気にしないで、本当に嬉しいんだ。だって、今まで誰もそんなことを言ってくれなかったから。え、そうなのか。うん、普段はみんな仲良くしてくれるけど、エントリーの日が近づくとみんな私を避けてる気がする。目も合わせてくれないし、ヒコ星夜の巡礼から話題をそらすから、私に誘われるのを怖がってるんじゃないかな。理由は聞かなくたってわかる。私が弱すぎるから。ねえ、あなたたちはそういうの気にしないの？私のチームに入っても何のメリットもないのに。ヒヒ、こいつは強いんだぞ。神でも竜でも大きなクジラでも、どんな相手とだって互角に戦えるんだ。そんなにすごいの？なるほど、絶対勝てるって自信満々だから、私の実力も気にしなかったんだね。そうだぞ、困ってる人に手を差し伸べる。オイラたちはずっとそうしてきたんだ。これが冒険者精神ってやつだぞ。手を差し伸べる冒険者。あなたたちみたいな人見たことないよ。強くて優しい、まさに私の憧れとぴったり。ねえ、あなたたちはしばらくナタにいるの？そばで勉強させてもらってもいいかな？勉強？うん、弟子か子分みたいに。別に何も教えてくれなくてもいいよ。自分で観察するから。なるべく迷惑はかけないようにする。それに私にもできることがあると思うんだ。例えば観光の案内とか。ナタのことをいろいろ教えてあげるよ。どうする？お前にすごく憧れてるみたいだぞ。そうだよな、もうすぐ締め切りとかって言ってたし、あんまり時間がないんだろ。いいんだ、どうせ残りの時間も何もできないから。試合で負けるのはもう慣れっこだし、みんなもそうだと思う。誰も私に期待なんかしてないから大丈夫。それにあなたたちについていって何かを学べたら、今度こそ勝てるかも。うんうん、連れて行ってくれるだけでも嬉しい。じゃあついてきて。うちの部族小玉の子を紹介してあげる。私が生まれ育った場所なんだ。こんにちは。あ、小玉の子のカチーナだよ。好きな食べ物はグレイの実。
夢は強くなることで、苦手なものは喧嘩。あれ、こういうことじゃない？じゃあどこかお散歩に行きたいとこはある？この辺りには結構慣れてるから案内してあげるよ。有意思，他刚才这个就是抽到的那个语音说他喜欢吃一个什么东西，我有点好奇是什么了。进入夜魂加持，通天转转。长按释放或再次释放。就是一个奇拉拉的一个升级版，还是一个相同的爬山的东西。啊，攀爬空中时可以切换了。夜魂传递就是只能在纳塔做，这个有点失望啊。如果是所有地方都能做，感觉会更好。这个东西我看半天了，是什么玩意儿？为什么这两个人像鬼魂？这个人是活着的？任务占用什么东西？啊？这个是一定会发生的事情吗？我来了这儿没做什么呀？好奇怪。这样我想试一试。你的登场动画我是看一看。有点太大了。你是脑袋在那个里边？不，你是个什么东西？这是个浣熊吗？我的这个指针是没了会什么样？没了会剪我下边那个槽。不是有两个快过来吗？怎么就说了一个？我们那只呢？
ゆーちゃんにも自分の家族はいて、住む場所があるんだ。共に家族のみんなを連れて、うちにご飯を食べに来ることもあるよ。有意思。こたまの子の人が一番親しいのはテペトル竜だよ。テペトル竜は人間が好きな竜だから、こんな風に仲良くできるんだ。竜にもそれぞれ個性があるから一概には言えないけど、そう、みんな仲間なんだ。うん、やっぱり仲間って言葉がぴったりだと思う。ほら、この子たちもそうだって。所以龙听得懂人话，人听不懂龙话，是吗？嗯、啊，哦，这是我们那只。我现在有点好奇，就是在对话中，派蒙如果说需要称呼我们的话，他一直也不是一直，总之大部分情况下会用旅行者。我们现在起了这个人，他会一直叫你吗？还是叫什么？用什么话来称呼我们的这只小怪？すごくおとなしそうな子だね。キューちゃんとも仲良くなれそう。所以这个红的是有什么特殊的吗？じゃあ、ユーちゃんたちはゆっくり遊んでて。私、大事な用事があるから、終わったら戻ってくるね。やんちゃしちゃダメだよ。新しい友達にいたずらを教えるのもダメじゃないと、ゆーちゃんのパパやママに言いつけちゃうから。那俩人呢？哪儿去了？这些玩意儿我就先暂时不探了。跑得还挺快，我天哪，这玩意儿能跳，差点掉下去。これはうちの部族が一番大切にしてる最も神聖なものだよ。みんなを守って祝福を授けてくれる大霊の象徴なの。大霊？神みたいなものか？まあそんな感じかな。私たちはみんなエンジンが地上に、大霊が地下にいるって信じてるの。火神不是来自天上而是地上，这个大灵是在地下。みんな定期的にここに集まって、部族の長から大霊の夢に関する話と大霊の意思の解説を聞くんだ。大霊は過去だけじゃなくて未来も見通せる、すっごく偉い存在だよ。あれ、カチーナじゃないか。どうしてここに？这是个大剑。あ、バカルおじさん。紹介するね。おじさんはうちの部族の族長なの。所以你跟利本是什么关系？二人はナタに着いたばっかりの旅人さん。冒険の経験が豊富なんだって。今はそばで勉強させてもらってるの。こんにちは。単刀直入に言わせてもらうが、カチーナはうちの部族のものだ。俺にはこの子の安全を守る責務がある。どうやって知り合ったのかは知らないが、身分を証明できるものはあるか？我的背包里至少没有，但是我们是冒险家，应该有相关的东西。そんなこと言わないで、バカルおじさん。この人たちは絶対にいい人だよ。私にはわかるもん。感覚だけじゃ両親は説得できないぞ。オイラたちの冒険の証を見せてやるぜ。これまでの旅のことは好像有一本书，那个东西算是冒险之证吗？我都没有注意。冒险者協会にもいろんな奴らがいるからな。
もっと説得力のある証拠がないと。这是一个什么逻辑？我们的事迹不是都写上了吗？なるほど。お前たち、あの旅人と眷属パイモンなのか？パイモン又有新称号了。おいらはガイドだぞ。なんでそんな風に呼ばれてるんだよ。まあ、眷属って呼び名は嫌いじゃないけどな。なんだかお前が魔人になったみたいだよな。そこまで驚くことなの？お前聞いたことないのか？全然。彼女の元でよく学べ、カチーナ。今まで出会った中できっと一番すごい先生だぞ。そんなにすごいの？でもバカルおじさんがそう言うなら本当にすごいんだね。疑って悪かったな。いいんだぞ。お前って思った以上に責任感が強いんだな。カチーナはまだまだ幼いからな。周りが気にかけてやらないと。おっと、それよりもカチーナ、大会の受付はもうすぐ終わるぞ。どうしてまだ出発していないんだ？大丈夫、まだ間に合うから。他のメンバーには先に行ってもらったんだ。後で追いかけるよ。喧嘩は得意じゃないけど足だけは速いからね。カチーナのやつ心配かけたくないんだろうな。なるほど、邪魔して悪かった。さて、さっきはどこまで話したんだ？俺ならもっと詳しく説明できると思うが。大礼の話が終わって、ちょうど5名の話をしようとしてたよ。おじさんと会えてよかった。私じゃうまく説明できそうにないもん。そうそう、ずっと5名って言ってるけど、それは一体何なんだ？ああ、ナタは英雄の国なんだ。先人の勇ましい功績は物語という形で今まで受け継がれてきた。5名というのはこれらの物語のラベルのように長い歴史の叙事詩を思い出させてくれるものだ。そうだよ。例えば私の5名の一番有名な継承者は27回も余順者の戦争に参加したんだ。这个战争是多长时间举办一次？最後に参加した時なんてもう60代のおじいちゃんだったんだよ。体はついていかないはずなのに、それでもその人は彦星矢の巡礼で上位を取ったの。本当にすごいんだ。我猜我们在纳塔最后会跟这个古名也继承一个。古名は物語を記録しているが、それだけじゃない。それは代々受け継がれてきたものでもあるんだ。没有理解，记载故事，代代相传的物品。カチーナ、持ってるか？持ってるよ。ほら、これ。わあ、黒い石の中にキラキラしたものが入ってるぞ。とても神秘的な雰囲気だぜ。大礼は適していると思うものを継承者に選ぶ。そして現継承者の行いもまた古名に記録されるんだ。時が経つにつれ、古名の有する英雄の物語は増えていき、価値もどんどん高くなっていく。有意思。それを受け継ぐ資格を手にした者たちもまたその功績に励まされる。例えば私みたいにね。今でもどうして大礼が私を選んでくれたのかさっぱりだけど、でももしあんなにたくさんの英雄たちも昔頑張ってきたんだってことを知らなかったら、とっくに諦めてたかも。精神的な力っていうと、この石には実際力はないってことか？オイラをもっと強くしたり賢くしたりすることはできないのか？让我想起在须弥好像弄了一个什么东西，一个胶囊还是叫什么？ああ、だからこそ他にはない価値があるんだ。授けられた力で英雄になったとしても、それが
人間の努力の成果か力のおかげかはわからないでしょ。確かにそうかもな。そんなことを考えちゃったら励まされるものも励まされないぞ。コメイについてこんな言葉を残した人がいた。人類は奇跡を黒曜石に刻んだが、後世の継承者はそれを力と呼んだ。奇跡称之为力量。昨日の奇跡は今日の激励となり、昨日達した限界は今日の目標となる。きっとそういう意味だと思う。だからカチーナも焦る必要はない。コメを手に入れた時に大礼の判断を理解できない者は数多くいた。でも諦めなければ、強さを求め自分を超えていければ、お前だけのチャンスはきっと訪れるはずだ。うん、ありがとう、バカルおじさん。私元気出すよ。さて、そろそろ聖火競技場に向かわないとね。あ、あなたたちも一緒に行ってくれるかどうかはまだ聞いてなかったけど。聖火競技場って帰化聖夜の巡礼をやる場所か。うん、試合はそこで行われるんだ。部族間の集会もいつもそこでやるんだけどね。終于要到主题了。うん、そうだよ。エンジン様は帰化聖夜の巡礼の最重要人物だもん。ひひ、それならちょうどよかった。オイラたちも一緒に行くぜ。二人が一緒なら心配ないな。さあ早く行ってくれ。はい、じゃあ行ってくるね、バカルおじさん。さっきはテンション上がりすぎちゃって、もし目的地が違ったらってことを考えてなかったよ。目的地が同じでよかったね。じゃないと試合が終わるまで会えなくなっちゃうところだった。おじさんに本当のことを言わなくていいのか。うん、バカルおじさんはとても優しい人だから、もし知ったらきっと一緒に大会に出るって言ってくれちゃう。おじさんは年を取った、古傷もあるし、もう試合には出ない方がいいよ。おじさんが大会を見に行ったら本当のことを知っちゃうし、嘘をついたって叱られるだろうけど、これが一番いいと思う。本当だよな。さっきもお前を見捨てた奴らのことまでかばってやってたしな。我怎么觉得那些人会被他叔叔骂。人呢？等于这个玩意儿我走完了之后，十多秒的 CD， 速度好像没那个快，没有夜兰的快。之前的神有这种珠子吗？せっかく来たし、新しい元素力を手に入れておくか。哦，当时官方的预告是被剧透了，好像是获得不了元素力。
七天神像から元素力を手に入れるの？ひひ、よーく見てろよ。有意思，这样等于这是什么？这是个海还是个什么？这这边能过去吗？还是说就过不去了？所以纳塔是目前应该是开了这个这么多的内容。これまでと同じなら今頃火の玉を打ったり火の柱を召喚したりできるようになってたはずだよな。そうなのか、不思議だな。なたってそういう特殊な土地なのか。之前可以在七天神像上获得元素力，纳塔获得不了元素力，是纳塔的神已经没有了元素力，还是一个什么关系？期待させちゃってごめんな、カチーナ。在枫丹是获得了水元素力，虽然说弗琳娜她不是水神，但那个时候真正的水神应该还活着，所以说这个纳塔获得不了火的元素力。我感觉往那个方向想应该更合理一些，就是火神的元素力已经没了。気にしないで。それよりも前までは七天神像に触れただけで元素力を使えるようになってたの？元素力なんて神の目を持ってる人にしか使えないのに。ちょっと見せてくれないかな？できればでいいから。我们现在是疯的。这个要是说你把所有元素力都使一遍，那我就有点过分了。我们为什么要去每次都要跟神像对话？啊，好，过分了，这个有点过分。为什么没有放岩系的那个大石头？ダメだ。やっぱり岩の元素力しか使えないよ。私、とんでもない人と知り合っちゃったみたいだね。こいつが旅の中で経験してきたことを聞いたら、きっと腰を抜かすぜ。ククリュウっていうの、高い空をとっても早く飛べるんだよ。今日も元気いっぱいだ。蒙德的时候。トワリンに出会ったんだよな。いつの間にかこんなに遠くまで来ちゃったぜ。そういえば、これからは長い道のりになると思うから、これをあげるよ。キラキラしてて。宝石みたいでしょ。ママが作ってくれたキャンディーなんだ。遠出とかトレーニングの時はいつも持つようにしてるの。お腹が空いてクラクラせずに済むよ。可以只吃糖就不饿肚子，有点神奇。甘いものは大好きだぞ。ありがとな。うんうん、遠慮しないで。他にもいろいろ。こまごましたものを持ってきたから、きっと役に立つと思うよ。前往圣火竞技场。
这个地儿真的是挺漂亮。我的第一反应是魔兽里边的纳格兰，一进来我感觉就是给我一个相同的一个感受，感觉上应该是色彩。这个79是什么意思？嗯，有纳塔角色，夜魂并迸发，这是什么字儿？触发间隔变短，这是那个虚不是封丹的那个打一个剑的那个类似的技能吗？哦，新的圣遗物是靠这个来发动的，好吧？然后呢？等于采蘑菇也可以获得那个东西。不是这东西会衰血吗？会衰血。你打到我吗？打到。哦，哎，天哪！这怎么回去啊？这是进去，然后可以爬墙吗？这可以爬墙，但是有点耗能量。这没了能量呢，开始烧我自己的能量。如果我烧完了我自己的能量呢？我是从这儿下来的，我是从这儿下来的。有点好奇啊，哇！我就等于是踩这个东西也会长，这能踩到吗？不好，救命！我刚才是在边上打了一下，还是说我掉的一半的时候我踩到岸了？所以这儿有一个，然后我下来这边又有一个，我再进去就没能量了。啊，这留了一个，我再拿一个新的，我又弄了一个，啊，这个没了，这是什么原理？可以这样，嗯？之前说是想去把这边的圣遗物的本给开开，应该是这个。那我估计把这个先弄了，或者我可以先去这个，再去那个。我估计把卡吉娜换下来吧，只是一个新角色比较好奇，但是跑图的话，应该还是风系的共鸣更有用。那些怪我就不打了，等于我要去的是哪儿？不对，我有在追踪啊，为什么地图上没显示？不要森林书，不要，不理你。什么情况？不好。
龙遗物研究协会。我们有照顾他吗？刚认识。岩主之柱修库特尔，就是有可能被反噬，还是用什么词？大灵和夜神之国又是什么？什么东西？大火山中洗去了自己的伙伴，被死去之龙。什么叫被死去之龙惦记？曼科，所以你刚才干嘛去了？嗯，这个解释简单易懂，还是没听懂。这个信物也是很奇怪，一点线索都没有。所以这是什么？就连任务都不是。然后我想去这个地儿，爬山有点难受了。風を知れ。風よ知れ。卷草般的符印。窝深夜，等于地上这东西，什么夜龙逆隐夜龙，
消耗燃素。啊？你的这个尾巴是什么东西？这玩意儿吗？翼？就只能两个翼吗？空格火箭呢？这搞不懂。那个东西我猜是挑战用的，但是我不想做，所以说可能刚才那个龙应该是没有发挥它的正常功效。这么高啊，我觉得不会有作战，所以说把我的输出给换了。是在哪儿？这是在另一边吗？哦，在另一边，好吧。我怎么下去？谢谢。下去。天哪。不明白，随便打一个。然后呢，我感觉我也不想，我觉得就直接传出去。就是天赋书感觉还算比较好刷，至少这个怪就是你上来就可以直接什么循环。没有换队。等我要去的是这个地儿，在哪儿？这个我不追踪，我这么着是不行的。我。又是个什么玩意儿？感觉有点像，这是这儿的盗宝团或镀金旅团吗？你们看一个草的那个，感觉有点像深渊使徒啊。这是什么？这是武器突破。这个圣遗物本在哪儿？看看什么怪，有一个新的东西。一只。这个也很好打，没有能量不够。
天赋书，这是武器升级材料。我瞎吗？在这儿，这么远。等接下来把这个开了，这两个神像怎么这么近？这个怎么感觉像怪物猎人？然后出叹号吗？出叹号。又什么东西？这个是我能采的吗？火流果，这个怪。又是夜魂加持，应对，应战对策。就是我没有夜魂加持，它这个东西是不会有的，是吗？这是颗粒果，什么火流果，我不太清楚是可以采的，还是专门一个那个龙用的一个机制。这是个世界 BOSS。年久失修。这个情报你是哪儿来的？等于是那个是那个什么果，就是只能用火系来打。那边在哪儿？嗯，好像有个。其实我可以试一下，有意思。我怎么下去？谢谢。我怎么下去？我怎么下去？就等于我这个状态也可以切换。这个切换是非常的顺啊，就是个什么，啊，我觉得既然都已经来了，我就把所有七天神像都开了好了。这最后一个神像是那边吗？这是什么东西？
等于是我可能这么走更快，禁止传送。刚才是什么情况？我接过去就直接是上了这个玩意儿。好像是。这怎么弄？这个让我直接切过去，啊，这个好使啊！然后我的这个槽也是不太清楚是怎么长的，是我在这个传送点周围长的还是什么？不要打到我，谢谢。玩在哪儿？啊？我是摔死的吗？这摔血还是不是按百分比掉，而是按照高度？就这样，我刚才是怎么死的？又一个没见过的怪。这个怪有点看不懂了。他们有移动吗？怎么感觉有只怪是被后面的怪给推过来的？嗯，用一个这个吧。这五个树脂应该是我攒着，就是刷新的圣遗物用的，都有用的属性。暴击率提升 40%， 这应该是输出套，这个是可以用的。治疗双暴，这是个什么输出套装？我感觉应该会用不到，可能会有些奇怪的角色用到，随便锁一下吧。可以，那基本上这边纳塔的东西应该就是我的目的已经达到了，等于是进来把魔神任务呢是先做一个前置，七天神像开一下。这个地儿看着面积不大，这个好像连须弥的一个沙漠都不到啊。但这些东西也是挺密集的，而且考虑到现在应该是有山洞什么的，估计应该也是有很多的内容。具体东西呢是最近应该是不会有太多时间录，但是我私下时间是至少是可以去 farm 一下这边圣遗物，之后等有时间了可以是把这边的魔神主线做一做，基本上是这么一个计划。等于现在的是什么，要去这个斗技场是吗？圣火竞技场这个地儿，圣火竞技场在这儿啊。哦，等于是它的城镇就是这个竞技场，就是它的城镇。哦，人家协会在这儿，好吧。Okay, 总之接下来呢之后就是把这边的主线，这应该是在魔神主线吧，这应该是魔神主线，总之是做一做。这期呢就做这儿了，也是相当喜欢，我们下期见。